あれは。いつの間にこんな。前に来た時は開いていませんでしたよね。何かの弾みで埋まってた入り口が開いちまったのかもしれねえな。で、ここを抜けた先に幻獣がいるわけだね。場の異常の気配はどうだい？今のところはっきりとは。ただ妙な気配は感じます。そう、とにかく入ってみるしかないだろう。あれが幻獣か。報告通り結構でけえな。ティオスケ、場の歪みはどうだ？時、空、幻、上位三属性の発言を確認しました。今のところ原因は不明です。そう。それで結局どうするんだい？警備隊の報告ではかなり危険なタイプみたいだ。退治するなら慎重に仕掛けよう。了解しました。幻獣出現、全力で行くぞ。分かった。よし、エニグマ行きます。駆動。エニグマ俺の番だ。私の番です。分析を開始します。ゴールを入手しました。任せてくれ。私の番ね。みんなありがとう。マスター、エンデンジネット、よし。さて、エニグマ駆動。それ、ありがとう。よし、させるか。行くぜ。任せて。エニグマ駆動、ドライブ開始。俺の番だ。ぜいや、任せて。任せてくれ。行くぞ。いざ。レイジ。行きます。ドライブ開始。そこだ。行くぞ。任せてくれ。はあ、それ。
ね。私の番です。ドライブ開始。よし、任せて。行くわよ、クライダー。よし、行くぜ。やった、レイジ。いや、さてと、私の番です。エリーさん、行くぜ。行きます。氷のゲリラ、行くぞ。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。オッケーです。はい、はい、行きます。リカバーモード。これで任せてくれ。え、任せろ。俺の番だな。させるか。エニグマ駆動。世話はっ。任せろ。ゼーや。さて、エニグマ駆動。任せてくれ。任せろ。ゼーや。うっしゃ、いい感じだぜ。お疲れ様。さすがに手ごわかったな。それにやっぱり不思議な消え方をしたわね。ティオちゃん、場の歪みの方は？ダメです。上位三属性が働いたままです。たく、一体何が原因なんだ。どうやら幻獣そのものが原因じゃなさそうだけど。やっぱりもう一方も当たってみる必要がありそうだな。よし、行くか。あ、乗りますか。どこに行きますか。お安い御用です。はい、到着しました。
おっと、いたか。ティオちゃん、場の歪みの方はどう？同じく上位三属性の発言を確認。やはり原因は不明です。やっぱりか。どうやら幻獣そのものが原因じゃなさそうだけど。ロイドさん、早速仕掛けますか？ああ、慎重に行こう。大型の霊視体を確認。幻獣です。分かった。パフ。え、はい、行くぜ。任せてくれ。エニグマ駆動。それ俺の番だな。行きます。エニグマ駆動。そこだ。え、行くわよ。くらいなさい。行くぜ。任せてくれ。エッハ、そこだ。私の番ね。任せろ。任せてくれ。させるか。行きます。そこです。行くぜ。援護電池ネット。行くぞ。やってや。ありがとう。パン。さてと。行くわよ。くらいだ。行くぜ。よし、はい、エニグマ駆動。やありがとう。甘いっての。私の番ね。みんな頑張った。行くぞ。そこです。おっしゃ。はっ。え、ありがとう。よし、エッカ、チャンスです。皆さんお願いします。え、アイサー。了解。パフ。行くぜ。さてと、エニグマ。任せてくれ。エニグマ駆動。ドライブ開始。それ。さてと。おっしゃ。行くぞ。行くぞ。やった。やった。レイジ。え、さて、リカバーもありがとう。
ありがとう。任せてくれ。そこ任せろ。ぜぇ行きます。俺の番だな。エッテ、よし上出来だ。お疲れ様。よしやったぞ。やれやれ、こっちの方も手強かったね。でも消え方は同じ。やっぱり場の歪みってのは続いたままかよ。そうですね。ただ何か具体的な原因がありそうな気はします。具体的な原因、例えばどんな。その先ほどから私の感覚が歪みに攪乱されていて、むしろ皆さんの方が原因を見つけられるかもしれません。そう?よし、この付近を捜索してみよう。場の歪みをもたらしているものが必ずあるはずだ。了解しました。手当たり次第探してみっか。この花は確かウルスラ感動方面の岸辺でも咲いていなかったっけ。そうだったか。ええ、確かに私も見たような気がするけど。すごく綺麗な花ですね。見たことがありませんけど、なんていう名前なんでしょうか。まさかとは思うけど、いや、試す価値はあるか。何？その花を摘んでいくつもりかい？ああ、ちょっとかわいそうだけど。なんだ？これは。くっくっ。今のは？何か空間が揺らいだような。ティオ、場の歪みの方は？上位三属性の気配が消滅しました。すでにこの一帯に異常は感じられません。そうか。ちょっと待て、まさかその青い花が異常を引き起こしてたのかよ。まあそういうことだろうね。そのちっぽけな花程度にそんな力があるとも思えないけど。信じられない。一体どういう花なんでしょうか。もうその花からはおかしな気配は感じませんが、とりあえずどこかで調べてもらった方がいいのでは。そうだな、医科大学あたりもちょっと専門が違うだろうし。とにかくなくさないよう保管しておきましょう。心当たりが見つかったら調べてもらえばいいじゃない。ああ、そうするか。ワジ、何か心当たりでもあるの？いや、僕のうろ覚えかもしれないけど、教会の聖典に不思議な青い花の言い伝えがあった気がする。え、おいおい、マジかよ。いや、だいぶ前に流し読みした時に見かけた気がするんだけど、エリーとか心当たりはないかい？私もさすがに聖典のすべてに目は通していないけど、でも確かにそんなくだりを読んだ気がするわ。不思議な力を持っているという青き花の言い伝えを。それってビンゴなんじゃないですか。少なくとも教会関係者に確認する価値はありそうです。そうだな、やっぱりマーブル先生が一番相談しやすいかもしれない。適任だと思うわ。彼女にも相談できそうだけど。よし、そんじゃクロスベル大聖堂に向かうか。
よし、行くか。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。よし、着いたぞ。そろそろ夕方か。今日中に報告書は提出したいし、なんとか情報を集めないとな。ええ、手がかりがあるといいんだけど。とりあえずマーブル先生を訪ねてみるんですよね。ああ、日曜学校の授業が入ってないといいんだけど。おや、君たちは。イアン先生、ご無沙汰しています。何でも最近相当お忙しくされてらっしゃるそうですね。そうなのか。いや、実は例の国家独立に関する憲法草案の作成を市長に頼まれてね。憲法、自治州法ではなくですか。憲法というのは国家存立の基本条件を定めた根本的な法律になるの。国の統治権や仕組み、大原則を定めた最高法規で、他国の干渉を許さないものよ。国家としての体裁を持つためには絶対欠かせないものになるわね。はあ、また難しげな代物だな。しかしイアン先生ならばまさに適任ではないかと。はは、市長が熱心に頼んでくるから断りきれなくってね。まあ私個人としても彼のアイデアには賛成だ。実現は困難かもしれないが、せめて力になれないかと思ってね。そうですか。ひょっとして息抜きがてらお祈りにでも来てたのかな。ああ、ちょっと煮詰まっていたが、いい気分転換になったようだ。やはり人間困った時はエイドス頼みというのも悪くないね。確かに言えてるっすね。本当にお疲れ様です。君たちの方こそ。そろそろ夕方だが、もしかして仕事できたのかい。ええ、ちょっと教会関係者に相談したいことがありまして。ふん、事情がありそうだね。こちらも忙しくはあるが、何か力になれそうなことがあったら遠慮なく事務所を訪ねてくれたまえ。君たちならば大歓迎だ。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。忙しそうだな。ええ、憲法草案ともなると相当なものが求められるから、下手なものを発表してしまったらそれだけで帝国、共和国あたりから説得力なしと言われるだろうし。僕たちの忙しさとは気苦労も違うんだろうね。それはそうと、日曜学校の教室を訪ねるのかい。ああ、行ってみよう。この時間は年長クラスの授業があるのか。今日はキーヤは参加してないようですが。君たち何か用かね。あ、エラルダ大司教。お疲れ様です。君たちは確かクロスベル警察のものだったな。シスターマーブルに用かね。はい。そのとある植物について相談したいことがありまして。植物か。それは薬草か何かかね。いえ、そういうわけではないんですが。なんでも聖典に載ってるかもしれないって話っすけど。ほう。ならば私が代わりに話を聞いてもいいが。
これでも薬草や植物全般にはそれなりに知識があるのでね。あ、そういえばルピナス草の件ではお世話になりました。まあ君たちが良ければだ。私は執務室に下がっている。良ければ訪ねてくるがいい。厳格そうな方ですね。でもせっかくだし相談してみましょうか。失礼します。特務支援課の者です。ああ、入りたまえ。ふん、話を聞こうか。聖典に載っているという植物とのことだとか。いえ、まだそうだと決まったわけではありませんが。まずはこれまでの経緯を一通りお話しします。時、空、四季の気配に不可思議なる魔獣。その、以前報告させていただいた当夜総員の魔獣とも違っていて。な、そういえば前に教官に相談してみるって言ってましたよね。その花というのは今持っているのかね。あ、はい。光は失われていますが。お、これはひょっとして。やはり何か心当たりが。いや、残念ながら心当たりはないな。え？おいおい、そりゃねえっすよ。どう考えても心当たりがありそうな反応でしたが。ないものはないだけだ。こちらから誘ってなんだが、お引き取り願おうか。これでも忙しい身なのでな。そんな。ああ、シスターマーブルに聞いたところで無駄だぞ。博識な彼女であっても、その花のことは知らぬはずだ。逆に、もし知っていれば、いささか問題になるのだがな。それって…どう考えても、知ってる前提の発言だよね。どう言われようとも、私の答えは変わらない。たとえ警備隊のソーニャ司令が直接訪ねて来ようともな。ロイド、失礼しましょう。これ以上お聞きしても無駄だわ。失礼します、大司教。うん、悪く思わないでくれ。
ちょいとばかり意地悪すぎやしねえか。先輩。でも後ろめたい雰囲気も特にありませんでしたね。まるで私たちに隠すのが正しいことだと思っているような。おそらく何らかのタブーがあるんだろうな。それもマーブル先生が知らないほどのタブーが。やれやれ、そんな風に言われると余計に知りたくなるだけだけどね。こうなったら全部の聖典を一から読み漁ってみるかい。でも聖典全部となると膨大な数になるし、私が昔読んだのってどのあたりのくだりだったかしら。多分普通の聖典には詳しくは載っていないはずです。え、あなたは。リースさん。し、お静かに。このまま礼拝堂から出て寄宿舎まで来てください。どうします。彼女は信用できるわ。何か話があるみたいだし、とにかく行ってみましょう。ああ、わかった。なるほど、確かにこれは大司教ならば口を閉ざすのも無理ありませんね。え、わかるのかよシスターさん。その前にエリーさん、まだ私の身分について説明していないみたいですね。ええ、あまり言い回るのもどうかと思いまして感謝します。その身分というのは一体。もう大司教には薄々感づかれているようですが、私は教会内でも特殊な組織に所属しています。聖杯騎士団。風聖省という機関に所属するアーティファクトを回収する組織です。聖杯騎士団って。アルタイルロッジで手を貸してくれた。ケビン・グラハムですね。ちなみに私は彼をサポートする銃騎士の位階にあります。本来ならば様々な調査のため彼自身がクロスベル入りをするのが筋ではあったのですが、大司教の目があったので代わりに私が情報収集役として派遣されたというわけです。なるほど。そうだったんですか。なんつうか教会ってのもいろいろしがらみがあるみたいだな。ええ、お恥ずかしながら。話を戻しますが、皆さんが採取された花、確かにとある聖典に記されている花である可能性は高そうです。といっても正式な聖典ではなく、いわゆる下典にあたりますが。下典。つまり正式なものとは認められていない遺書ってことだね。ええ、教会内でも限られたものしか閲覧は許されていません。ですが騎士団に所属する者はそうした下典の閲覧を許されています。危険なアーティファクトの存在が記されているものが多いからです。なるほど。では
その青い花は一体どのように記されて？下典の一つ、ラダー記に青き花についての描写があります。七葉脈の真上に咲く吉兆とも協調とも取れる神秘の花、その名もプレロマ草の記述が。な、その名前は、それって確か教団の端末に残されてたっていうグノーシスの原料になった植物の名前かい？はい。まさかこんな場所でその名前を聞くとはな。なるほど、そうでしたか。かの教団の残した謎については教会でもほとんど解明されていません。エラルダ大司教の意向もあり、ヨアヒム・ギュンターが起こした事件もほとんど調査されませんでしたが。ちょっと待ってください。その花が本当に例のグノーシスという薬物の原料だったとして、それが各地で発見されたことが何を意味してるんでしょう？そうね、幻獣の出現も気になるし。七葉脈の真上に咲く花、しかも吉兆とも協調とも取れる花ですか？ああ、どうも嫌な符号だぜ。とにかく俺たちだけで対処できる問題でもなさそうだ。一旦支援課に戻って詳細な報告書をまとめてみよう。リースさん、教えていただいた情報は警備隊やギルドに伝えても？そうですね、なるべく私の名前を出さないでいただけるのであれば。大司教にとったらスパイみたいな立場だろうからね。もちろんそのあたりは極力配慮させていただきます。ならば問題ありません。私の方も騎士団に連絡してから調査に入ってみるつもりです。お互い何か進展があったら情報交換するのはいかがですか？ええ、喜んで。よろしくお願いします。こりゃいい、こいつは最高だ。これなら絶対にやつを。あんた問題ねえ。いつでも行ける。ただしやり方は俺に任せてもらうぜ。なるほどな、例の薬の原料になった花か。そうなると警察にとっても人事じゃなくなってきたな。ええ、引き続きギルドと協力して調査しようと思うんですが。他に気になる案件は何か入っていませんか？入ってると言えば入ってるが、ま、他の課に任せておけ。どのみち国家独立の住民投票である程度の混乱は避けられねえだろう。今は不安要素の洗い出しの方が先決なはずだ。確かにそうですね、いわゆる危機管理ってやつだね。しかしそうなると今日の方針はどうしましょう？拳銃の調査も私たちの担当は昨日のうちに終えてしまいましたし。ま、ギルドの遊撃士どもを手伝うってのもありかもしれねえな。どうしたの？気になることでもあるのかい？いや、思ったんだけど一度ローゼンベルク工房を訪ねてみないか？あ、結社に関係があるっていう。そうか、すっかり忘れてたな。もちろん捜査令状がない以上
強制捜査ができるわけじゃない。だがあの老人は前にこんな風にも言っていた。だが今は特に話すことがあるわけでもあるまい。何か用件ができたら改めて訪ねてくるがいい。蓮に免じて話くらいは聞こう。訪ねてみる価値はあるかもしれませんね。危険が伴うかもしれませんが。確かにあの奇妙な少年の目的くらいは掴んでおきたいね。もしかしたらあの工房に滞在してるのかもしれないし。賛成です。ただでさえ危険な外国勢力が台頭しているこの状況、これ以上怪しげな勢力を放置するわけにはいきません。そうね。まずは工房を直接訪ねてみる形でいいのね。ああ、様子を見てみよう。場合によっては捜査令状を手配する必要があるかもしれないだな。よし、そんじゃとっとと出かけるとすっか。ねえねえ、みんな、もうお仕事に出かけるの？ああ、そのつもりだけど。キヨは今日は図書館に行くんだったか。ああ、雫のために展示の本を探そうかなって。お買い物して帰るけど、晩ご飯食べたいものある？お買い物ってキヨちゃん大丈夫なの？確かに料理は何度も作ってもらっていますが。うん、モモのお父さんとかオスカーからいつも買ってるし、デパートの食品コーナーのおばちゃんとも仲いいよ。いつの間に。はまあ希望なら納得だぜ。そうなるとちょいと涼しくなってきたし、鍋物なんかいいかもしれねえな。ですね、みんなで盛り上がれそうですし。鍋っていうことはやっぱり東方風なのかな。キーヤちゃん大丈夫？うん、なんとかなると思う。お出汁をちゃんと取りたいから東通りの露天街にも寄らないと。お、本格的じゃねえか。帰ってきた時のお楽しみができましたね。ありがとうキーヤ。今日はなるべく遅くならないように帰ってくるよ。うん、いくつか新しいのも来ているね。どうする？先に人形工房に行ってから片付けても良さそうだが。いや、聞き込み次第ではどうなるかもわからない。急ぎの支援要請なんかは先に片付けておいた方がいいな。そうですね、強制捜査の必要があるかもしれませんし。じゃあ準備ができたら参道の人形工房に行きましょう。テーマパークのアルバイトは無性に心惹かれますね。